どうも、じゃあ、世界的 VIP、ゲンエです。さあ、Galaxy S6H をね、久々にね、取り出して今楽しんでる最中なんでございますけども、ちょっとね、みんなに紹介したい点があるんですけど、Galaxy のカメラって、むちゃ広角じゃないですか。これ本当に助かりますよね。まあ、ご存知な人はわかると思うんですけど、めっちゃ広角なんですよ。すごい映るんですね。だから、僕なんかはそうですけど、昔、撮影した時にはこういうね、外付けのレンズをね、使って、まあ、広角に見えるようにとかしてたんですけど、その必要がないっていうのが本当に助かる。すごいなと思いましたね。ちなみになんですけど、僕がね、外で昔撮影してた端末って、iPhone 6S なんですね。iPhone のカメラってそんな広角じゃないので、なんかすんごいなんか画面にいっぱいいっぱい映るんですよ。私ちょっとそれ嫌じゃないですか。ちょっとそれをね、Galaxy と比べてどんな感じなんだろうと、比較をね、してみようかなという感じで思います。ちょっと、iPhone 6S もつけます。はい、ということでね、iPhone 6S 起動しました。今、同じ位置にカメラを置いて撮っています。どうすか？やっぱりなんか iPhone の方が近く感じますよね。あ、Galaxy 広角なんだなっていうのがすごいわかります。せっかくなんで広角レンズをね、両方ともつけてみたいと思います。わかります？iPhone のカメラだと、まあ、広角レンズつけても、ああ、広角になったなっていうのわかると思うし、全然、そんなに蹴られてないです。ちょっと上の方が蹴られてるかなという感じですけど、そんなにでも分かんないですね。ここら辺調整すればなんとかなると思いますけど、Galaxy のカメラ見てくださいよ。おい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 、なんかトンネル覗いてんのみたいな感じになってますよ。ものすごい蹴られてます。うん、こんな感じなんですよ。どう設定しても無理。だから広角レンズに広角レンズはめたらなんかうわーみたいな感じになっちゃってますよね。はい、こんな感じで、まあ見てもらえればわかるんですけど、これぐらい広角だということなんですね。はい、ということでね、広角レンズをつけるとこうも違いが出るんですね。このギャラクシーに広角レンズつけると、大変なことになってしまいますね、これ。これは使えない。うん。まあこんな感じで、まあ元々のね、カメラが広角だということが改めてわかりますね。まあ比較としてはこんな感じでーす。まあこんな感じでね、見てもらったんでわかると思うんですけども、やっぱ違いが出てきます。で、これからね、ギャラクシーをね、外ロケのカメラとしてガンガン使っていこうと思ってますんで、まあね、いろいろね、やっぱり楽しい使い方をまだまだ覚えたい。多分知らない機能だったり、知らないこと、技術、たくさんあると思うんですね。だからそこら辺をまだまだ勉強して、こういうのが使えますよ。こういう設定にするとこういう感じで撮れますよっていうのを、ぜひね、皆さんに情報をね、共有したいなという感じに思って活動してますんで、よろしくお願いします。はい、そんなこんなで今回ですね、ギャラクシー S6H と iPhone 6S のカメラにですね、両方とも広角レンズをつけた時にどんな感じになるのかっていう比較をしてみました。参考になれば幸いです。お疲れ様でした。